こんにちは、フリント船長です。今日は、ロシアのオリガルヒについて、お話ししたいと思います。オリガルヒって、最近ニュースでよく聞くわね。オリガルヒの語源は、加藤星を意味するギリシャ語、オリガルヒスです。加藤性って何全部または大半の政治権力を、特定の少数の人々が握っている生態のことです。この語源からもわかる通り、オリガルヒは、政権と深く結びついた大富豪です。空陣は、 2003年の記者会見の中で、オリガルヒとは、略奪した金を元手に、行政府との特別なパイプを使って、さらに国の富を略奪する人、と言っています。他人には厳しいのね。オリガルヒは、旧ソ連諸国の資本主義化、主に国有企業の民営化、の過程で形成された、政治的影響力を有する新興財閥、と定義されるのですが、今回は、旧ソ連諸国の中でも、ロシアに限定してお話しします。2014年のマイダン革命で、 ウクライナの大統領となったボロシェンコも、ウクライナのオリガルヒですが、今回は対象としていません。まずは、オリガルヒが形成された過程について、お話しします。定義のところでお話しした通り、オリガルヒが出てきた背景には、ソ連崩壊後、エリピン時代初期の、急進的経済改革があります。エリピンは、圧倒的な人気を背景に、既存の権力構造を破壊しまくったのですが、 破壊した後の、のロシアの国りりについいて、て青写真を持ったた。たわけでではありませんでしたただ壊しまくったのこの点は評価が分かれるところかもしれませんが徹底的に破壊せずに少しずつ改善する戦略を取ったウズベキスタンの現状を見ると私はこの一旦徹底的に破壊するというやり方が結果的に良かったような気がします意図しないでベターなやり方になったのね ただし、エリティン自身では国づくりができないので、エゴールガイダルに、経済再生の舵取りを委ねます。丸投げしたのね。エゴールガイダルは、1990年に、移行期経済問題研究所を設立し、所長に就任していました。えらく若いのね。この時、ガイダルチームとして、一緒に経済再生に参画したのが、アナトリー・チュバイスと、ピョートル・アベンです。チュバイスは最近、ウクライナ侵攻に対する抗議として、 国際機関担当の大統領特別代表を辞任しました。あら、かっこいいわね。チュバイスは辞任直後にロシアを出国し、戻るつもりはないということです。チュバイスがロシアを出たのは、自分の身と資産を守るためでしかない、という人もいます。そうなの、残念ね。ピョートルアベンはその後、 オリカルヒの一人であるミハイル・フリードマンと共に、アルファバンクを中心とするアルファグループの経営に参画して、1996年の大統領選挙でエリティンを再選に導く、オリカルヒ7人衆の一人になるのですが、このあたりの詳細は、追ってお話しします。話を戻すと、カイダルチームは、1991年11月に、エリティンの指名を受けて、社会主義体制下での国家管理経済システムを、資本主義に基づく、 市場主義経済システムへ転換させるという壮大な実験の執行役となります。もともとのソ連もマルクス主義の壮大な実験だったのよね。ロシアの人たちはいつも実験台で大変ね。1992年1月2日、カイダル改革第一弾の価格自由化が始まります。バンや牛乳、乳製品、砂糖、高熱費やガソリン代など市民生活への影響度が高い基礎物資。 サービスを除き、すべての価格統制が撤廃されました。国家統制を残した商品、サービスの価格も、3倍から5倍程度に、引き上げられました。私がモスクワに住んでいた、2008年から2014年の時期でも、まだ国家統制の名残があったようで、スーパーマーケットでは、パンの値段だけが、異様に低くなっていました。いつも行っていたスーパーは、フランス資本だったため、格安のバゲットやクロワッサンが美味しくて、大変お得でした。 ソ連時代末期は物不足で何を買うにも行列だったのですが価格自由化の効果で商店や市場に物が出回るようになりました。当然ながら物価は急激に上がり最初の1ヶ月で4倍から5倍になりました。あら大変。これは経済学者で蘇生されたガイダルチームとしては想定の範囲内で価格自由化と同時にハイパーインフレを避ける目的で長期縮財政の施行、通貨供給量の抑制、 ルーブルの外貨交換比率の段階的適正化などを実施しました。なんだ、予定通りだったの。ところが、これらの施策は痛みを伴うため、カイダルチームは政権内外から攻撃されることとなります。みんな頭の中はソ連時代のままだから、しょうがないわね。カイダルチームは、議会などからの圧力で、中途半端に妥協を繰り返し、ハイパーインフレと、急激なルーブル下落を招いてしまいます。カイダルチームがかわいそうね。 ロシアの人たちはもっとかわいそうだけど。ところが、この経済混乱を歓迎する人たちがいました。混乱を歓迎するってどういうこと正気をつかむことにたけた一部の人々は、この経済混乱を利用して、資本を蓄積しました。ソ連時代に、そんな目端の利く人たちがいたの彼らの多くはユダヤ人でした。さすがユダヤ人ね。ちなみに、カイダルチームのアナトリーチュバイスとピョートルアベンも、ユダヤ人です。 それまで国営企業しかなかったソ連では崩壊の少し前から金融業を民間に開放していました。ところがその時点では金融業を監督する法律が全くなかったので誰でも勝手に銀行業や保険業を始めることができました。なので会社形態ですらない個人事業の銀行、保険などがうごの竹の子のようにできました。監督官庁も銀行法も保険法もないので免許も必要なかったのです。すごいわね。 机一つの銀行とかそんな銀行実態は小規模な両替商は外貨とルーブルのさや取りが主要業務だったのですがルーブルが急落する中で大きな利益を得ますその資金を超インフレ化で政府が発行する超高利回り国債に投資してさらに利益を上げていきますガイダル改革の恩恵を一手に受けるのね一方で価格自由化と並ぶガイダル改革のもう一つのテーマは国営企業の民営化でした ソ連時代は国営企業しかなかったのよね。そうです。なんでそれを民営化したの日本で国鉄、千売公社、点々公社、郵便局などを民営化したのと理由は同じです。民営化を通じて生産性を向上させ、同業者間の競争原理を導入して市場経済化を達成しようとしたわけです。問題は日本で国鉄、千売公社、点々公社、郵便局などを一つずつ民営化するだけでも 膨大な労力が必要だったのに、数万社に上るロシアの国営企業を一気に民営化してしまったことです。そりゃあ混乱するでしょうね。中堅中小企業は、バウチャー方式というやり方で、全国民に分配されました。この方法で1992年中に、4万6000社以上が民営化されたそうです。すごい勢いね。一方で、大手国営企業は、そんな簡単な方法で民営化することができず、時間だけが過ぎていきました。また、 経済混乱の中で国家の財政破綻の危機が迫ってきました。この時民営化を担当していたチュバイスは妙案を思いつきます。大丈夫なの心配ね。国営企業の株式を担保にして民間銀行などによる入札方式で国が定義融資を受けるという手法です。ああ、お金を借りるだけなのね。この手法を使った入札は主に1995年から1996年にかけて実施されました。 経済混乱に乗じて資金を溜め込んでいた民間銀行は先を争ってをうしました。お金を貸すだけなのにそんなに張り切ったの財政危機の国が融資資金を返済する可能性はゼロに近いので担保の国営企業を手に入れられるからです。ああ<ー>。このような状態で石油、ガス、鉄鋼、非鉄金属などの巨大国営企業がどんどん民間銀行のものになりました。これがオリガルヒの始まりです。ちなみに プーチン政権下で訴追され、シベリアの刑務所に収監されたホドルコフスキーが、石油会社ユーコスの株式の78%を取得するために支払ったのは3億5000万ドルだったそうです。ユーコスの株式時価総額は2003年のピーク時には300億ドルを超えていました。ただ同然で手に入れたのね。このようにして、少数の資本家がロシアの国有財産のほとんどを山分けしてしまったのです。名人が聞いたら泣きそうね。しかも、 現在と同様に、当時のロシアも、汚職が蔓延していましたから、有志の入札でも、不正が横行していました。最悪ね。オリガルヒたちにとっての次のチャンスは、1996年の大統領選挙でした。ソ連崩壊後の混乱の中で、エリキンの人気は地に落ち、1996年の大統領選挙での再選は、絶望的でした。最有力候補は、複数政党の一つとして生き残った共産党の委員長、ジュカノフです。 また共産党に戻りたいなんて、みんなよっぽど混乱が辛かったのね。この時に、エリティンに手を差し伸べたのが、オリガルヒの面々です。エリティンが生み出した混乱を、うまく利用して財を成した彼らにとって、共産党への回帰は、何としても避けたいところでした。エリティン取り外が一致したオリガルヒたちは、潤沢な選挙資金と、巧みなキャンペーンで、エリティンを再選に導きます。よく勝てたわね。どうやったのエリティン陣営の戦略は、 共産党が政権を取ることによって、以前の不自由な体制に戻っても良いのですかというネガティブキャンペーンを張ることでした。綺麗な手ではないわね。ギリギリのところで、エリピンは再戦を果たし、支援したオリガルヒたちは、ファミリーを形成して、ロシア経済を有事っていきます。いわゆる、クローニー資本主義です。フィリピンのマルコスのところでも出てきたわね。このファミリーは当初、7人のオリガルヒで構成されていました。ここからは、個々のオリガルヒについて、 お話ししたいと思います。エビチン再選をサポートした7人衆の筆頭トは、ボリス・ベレゾフスキーでした。ベレゾフスキーは、1946年、モスクワ生まれのユダヤ人です。応用数学者として、管理研究所に勤務していましたが、1989年、43歳の時に、ビジネス界に転身して、自動車販売会社、ロゴバス、を設立します。銀行じゃないのね。ベレゾフスキーは7人衆の中で唯一、 金行業以外からスタートした折りガる日です。ただし、やっていたことは、金行業と同じ、さや取りでした。ロゴバスは、国の輸出奨励政策を利用し、国内最大手の自動車メーカーであるアフトバズから、輸出用の国産車を格安で大量に仕入れ、それを輸出せずに、インフレの進行で価格が上昇した段階で売却することで、多くの利益を上げました。金行が、開花を使ってさや取りする代わりに、自動車で同じことをしていたわけです。 アフトバズって以前の動画に出ていたわね。以前アップした動画、現在のロシアの製造業とソ連時代の計画経済ってお話しした通り、アフトバズは現在はフランスのルノーの子会社になっています。ロシアにおいては自動車販売はマフィアとのつながりが強い業界なので、オリガルヒもなかなか手出しをしにくかったのですが、ベレゾフスキーのみが自動車販売で多額の利益を上げることが可能だったのはマフィアとのつながりを持っていたからだと考えられています。 まあ、輸出用の車を国内で売っていたのも違法でしょうしね。ロシア最大と言われるマフィアは、ソンテボマフィア、なのですが、その名前は、モスクワ郊外の地名に由来します。私は、モスクワに赴任した2008年に、仕事で、ソンテボの近くにある、巨大な自動車ディーラーを、訪問しました。10年以上前は、さらちに車を並べて、販売していたとのことでしたが、訪問した時には、巨大な建物が仕切られて、12ブランドのディーラーが、 入居していましたオーナーは一人でその下に3人のジェネラルダイレクターがおり面談したのはその3人のうちの1人でしたロバート・デニーロ主演の映画恋に落ちたらってマフィアを演じるビル・マーレイに似た感じの30代後半ぐらいの人物でクリーム色に太いストライプが入ったスーツの上下で脳体のシャツの第3ボタンまで開けていましたマフィアがやってるディーラーだったのねおそらくそうだと思います当時のロシアの自動車ディーラーは ほとんどがマフィアの所有だったのです。ベレゾフスキーは自動車販売で稼いだ金を使って民営化された大企業の株をどんどん買いました。合わせてテレビ局、新聞などのマスコミも買収して参加に収めました。オリガルヒ7人衆の2人目はウラジーミル・グシンスキーです。グシンスキーは1952年モスクワ生まれのユダヤ人です。もともとは演劇青年だったのですが1988年 西側企業のソ連進出を支援するビジネスを開始し、1991年にモストバンクを設立、モスクワ市長のルシコフのサポートを得て、事業を拡大します。ルシコフって周愛がすごかった人でしょ。以前の動画、最強の反社は警察、ロシア農食職、腐敗、でもお話ししましたが、ルシコフがモスクワ市長だった。1992年から2010年まで、モスクワ市内で行われる、民間工事を含む全工事代金の5%が、 賄賂として彼に支払われたということですとということは、グシンスキーもそれなりのことをしたんでしょうね。グシンスキーは、ルシコフの庇護のもとで、テレビ局、新聞、週刊誌などを展開し、メディア王と言われるようになります。ベレゾフスキーとグシンスキーが持つマスコミが、エリキンの大統領再選に、力を発揮しました。ベレゾフスキーとグシンスキーは、エリキンが引退して、クーチンが大統領に就任すると、亡命してしまいます。何があったの グーチンは、大統領に就任した後、ファミリーメンバーのオリガルヒたちに、踏み絵を踏ませました。大統領である自分に、忠誠を誓うことを求めたのです。グーチンはもともと、ファミリーメンバーのオリガルヒたちが、自分たちに都合が良いエリティンの後継者と考えて、指名した人物です。オリガルヒたちにしてみれば、グーチンのそういった行動は、裏切りに他ならず、腹渡がにえくり返る思いだったでしょう。そこで忠誠を誓うことを拒否した、ベレゾフスキーとグシンスキーの二名は、 海外に亡命したのです。さすがのプーチンも恩義を感じていたのか、この両名の亡命は見逃しています。ただし、英国に亡命後、プーチンに対する批判を続けたベレゾフスキーは、2013年に英国で自殺により死亡しています。自殺イギリス警察当局は、当初他殺を疑ったようですが、証拠が出ず、一応シーンは、自殺、ということになっています。クシンスキーは、亡命先のスペインで存命のようです。 おとなしししくしているのかしら。一方で、一旦は忠誠を誓ったのに、その後裏切ったホドルコフスキーは、2003年10月に逮捕され、シベリア送りとなります。ジュバイスの民営化の説明のところで出てきた人ね。ということで、次はミハイル・ホドルコフスキーです。ホドルコフスキーは、1963年、モスクワ生まれのユダヤ人です。モスクワ科学工科大学卒業後、コムソモールの初期をしていたのですが、1988年、 科学技術進歩商業革新銀行を設立して資金を蓄えます。その資金を使って多くの企業買収を進める中で石油会社ユーコスを手に入れます。バカヤスで手に入れたって言ってたわね。ユーコスはロシア最大の石油会社に成長するのですが2003年10月にホドルコフスキーは脱税及び横領容疑により逮捕されます。ホドルコフスキーは一旦プーチンに忠誠を誓っていたのに政権批判をしたり野党に献金したりしたので 空鎮の制裁を受けたのです。ちなみに映画ボーンスクレマシーで悪役として登場する、ペコス石油の CEO グレツコフは、ホドルコフスキーがモデルです。当時欧米では、ホドルコフスキーに対するロシア政府の人権侵害を問題視していたのですが、ボーンスクレマシーでは、モスクワ市内のカーチェイスのシーンなどがあり、ロケの許可を得るために、そのような設定をしたものと思われます。ホドルコフスキーは、シベリアの刑務所で服役するのですが、その後、何らかの手打ちをしたようで、 2013年12月に、恩社となり、現在は英国で暮らしています。この恩社には、ドイツも関与しているようです。7人中の残りの4人のオリガルヒは、ウラジーミル・ポターニン、1961年生まれのロシア人、ミハイル・フリードマン、1964年生まれのユダヤ人、アレクサンドルス・スモレンスキー、1954年生まれのユダヤ人、と、カイダル・チームのピョートル・アベン、1955年生まれのユダヤ人、です。この4人は、 空気に逆らわなかったため、制裁は受けていません。ピョートルアベンはガイダルチームにいた人ね。7人衆の中で、ユダヤ人でないのは、ポターニンだけです。残りの4人のうち、スモレンスキーは、1998年のロシア金融危機で、事業の中心だったアグロプロムバンクが破綻して、失脚しますが、その他の3人は、現在も健在で、2022年版フォーブスの、ロシア資産カリストでは、ポターニンは1位、フリードマンは9位になっています。 ポターニンの事業の中心は、ニッケル、パラジウムの生産において世界最大手のノリリスクニッケルなのですが、彼のビジネスパートナーであった、もう一人のオリカルヒである、ミハイル・グロホロフが大変ユニークです。グロホロフは、1965年生まれのユダヤ人なのですが、彼が一躍有名になったのは、2007年のスキャンダルです。増う,うはいか何かフランスのリゾート地、クールシュベルで、現地警察に拘束されたのですが、容疑は、 彼や彼の友人が同行してきた、16人の女性、の売春あっせんでした。何それ ?4 日後に、誤解が解けて釈放され、また、女性たちは、コールガールではなかった、ということなのですが、いずれにしても、健全なパーティーでなかったのは、間違いないようです。私が勤務していたロシア企業の、若いロシア人の同僚は、そのような男女のパーティーを指して、クールシュベルパーティー、と言っていました。ポターニンは、グロホロフのこのスキャンダルに激怒して、 ビジネスパートナーシップを解消します。グループ事業を切り分ける中で、最大の企業である、ノリリスクニッケルの持ち分を、ポターニンが買い取るのですが、その直後に、ビーマンショックが起こり、ノリリスクニッケルの株価も、暴落します。なので、結果的にプロホロフは、ビーマンショックの被害を免れ、2010年のフォーブスのランキングでは、ロシアで2位になっています。ついてる人なのね。プロホロフはそれ以外にも、米国 NBA のプロバスケットボールチーム、 ブルックリンネットを買収したり、2012年、ロシア大統領選挙に立候補したりと、好き勝手なことを、自由にやっている印象です。7人衆には含まれなかった有力なオリガルヒに、ロマン・アブラモビッチ、1966年生まれのユダヤ人、と、オレグデリパスカ、1968年生まれのユダヤ人、買います。名前は聞いたことあるわ。アブラモビッチは、ベレゾフスキーのビジネスパートナーだったのですが、プーチンとは良好な関係を維持し、 制裁を受けることはありませんでした。あまり表に出ないタイプだったのですが、2003年7月に、イングランドのサッカークラブのチェルシーを買収して、世界的に有名になりました。また2010年には、世界最大級のスーパーヨット、エクリプスを購入しています。エクリプスは全長163メートルで、ヘリコプター発着場2カ所と、2つのプール、映画館、ディスコ、小型潜水艇、さらにはミサイル防衛装置まで装備しています。それってヨットっていうの 高価客船0 0 0区間という感じですね。テリパスカは1993年モスクワ大学物理学部を卒業するとアルミニウム関連の仲介会社を設立します。テリパスカも数少ない銀行以外の事業からスタートしたオリカルヒです。2001年に急激に拡大した事業を統括する資産管理会社ベーシックエレメント社を設立するとテリパスカが事業を起こした直後から関わりが深かった伊藤忠は テリパスカと全方位で協業を進める方針を決定し、当時の庭社長の命を受けた事業部門長たちが、ベーシックエレメント社の役員たちと打ち合わせを重ねたのですが、60歳前後の事業部門長たちが相対したのは、ベーシックエレメント社の30代の女性社長以下、20代から30代の若いロシア人たちだったそうです。その会議、見てみたかったわね。ところが、テリパスカは2008年のリーマンショックで、160億ドルの損失を出し、 参加企業の一時操業停止や資産切り売りに追い込まれます。2009年6月4日、ロシア北部の工業都市ピカロボにあるテリパスカが所有するベーゼルセメントを含む3つの工場が操業停止に追い込まれ、解雇された労働者が主要な高速道路を封鎖するなどの労働争議が発生します。この時、クーチンが労働争議中の会社を訪れ、企業の社会的責任はどこへ行った野心や欲深さのために、 人々を犠牲にした、などとデリパスカを厳しく叱責し、デリパス化にペンを投げつけて、創業再開の合意文書に署名させるのですが、その様子が、テレビのニュースで、ロシア全土に流れます。プーチンのプロパガンダね。デリパス化は、2010年に、事業の中心であるアルミニウム会社ルサールを、香港証券取引所で上場し、危機を脱します。さて今回の、ロシアのオリタルヒについてのお話は、ここまでです。今回は、 ソ連崩壊後の比較的早い段階でオリガルヒとなった人々に絞ってお話ししました。ソ連崩壊後の混沌の中で若者たちは自身の才覚一つで危ない橋を渡りながら事業を拡大し財を成しました。今回お話ししたオリガルヒたちはそれぞれが強烈な個性を持っています。彼らは決して善人とは言えずどちらかといえば悪党だと思いますが一方でロマンを感じさせる魅力的な面々だと感じます。いかがでしょうか。それではまた。